あんまりね、やっぱこの人の前に立つとね、緊張するしね。この要は人に見られる顔しなきゃいけないから大変ですよね。ねえ、試合の時はそりゃ人が違うってみんな言いますよね。試合の時のこの感じをずっとやってても疲れちゃうから、試合の時の顔は試合の時の15分だけですよね。いや、疲れてるかどうかわかんないんだよな、怖いのは。やっぱずっと怖くて、試合するの怖いし、試合する気持ちを、怖い気持ちをなくすために毎日練習してます。無理やりですよね。あんまり、なんか自分が変えれてるとは思わないですね。仕方がなくやっちゃってる感じかな、勢いで。やりたくないんだけど、まあそれでもやんなきゃいけない。まあ、だから仕方がないから、どこかの入場する直前のエントランスの、ビフォーエントランスのタイミングで、この自分が変わりますよね。みんな試合を必ず勝つと思ってやってるじゃないですか。僕の場合、勝つ気持ちが 50%、 負ける気持ちが 50% で試合してるから、勝つとなんかやっぱりラッキーだと思って嬉しいんですよね。だから嬉しいだと思います。